省略寺は、奈良市菩提山町にある寺院。菩提山流下寺院と交し、奈良と天理の間の山間いに位置する。菩提山真言宗の大本山。本尊は、薬師如来である。錦の里と呼ばれ、紅葉の名所として知られる。また、境内を流れる菩提山側の清流の清水を、用いて、菩提線という銘柄の聖書が、 日本で初めて醸造されたという伝承があり、日本聖手発祥の地の石踏みが立つ。三号の菩提山は奈良の東山一帯を釈迦修行の聖地に見立て、六野園、武家大林、大寺山、ニンニク山、菩提山と名付けた五体山の一つである菩提山に由来する。本堂福寿院客殿副寿院客伝庭僧侶の破壊士軍と首脳省略三年。 一条天皇の発願により、関白、藤原金家の小金都総僧が創建した。王子には、法恩以下86房の道東伽藍が立ち並ぶ、大事院であったが、自称4年に、平重平による、南と焼ちによって消失した。憲法6年、別党として、南と焼ちで荒廃した、幸福寺の再興に、約10年にわたり尽力した後、その地位を退りいた。 大乗院院授の新園僧侶が、院遁先として、当時を選び、菩提三僧侶あるいは、菩提三御坊と呼ばれた。新園は当時を、法召集の学問所として再考し、以後新園からその座を受け継いだ、歴代大乗院門跡が、当時の門跡を検体、幸福寺の別院生願い院門跡となった。近藤、弥勒堂、弘堂、十三重法堂、京蔵、三影堂、 主老、六所者及び別院などが整備された。また、法王院下が、海散の金都市総城の別院として、事務を管轄し、安養院と別院、行設院は、浄土宗の念仏道場となった。戦国時代の永翔3年7月、山和国に攻め込んできた、細川正元の家臣、赤沢友常によって焼き打ちされてしまう。江戸時代に入り、慶長年には、 寺六は、約千国を数えていたが、王人の乱後に再興された八十二棒によって、王子の様を取り戻していた。本堂、三重堂、ごま堂、観音堂、地蔵堂、観状堂、主郎、経蔵、女宝教堂、三影堂、十三十堂、弥勒堂、六所明神、珍珠などの道頭仮覧が立ち並んでいたという。寛永六年、道頭仮覧が、消失、 三百国の主因地を与えられることとなった。江戸中期以降は、宝省州の影響が次第に薄れ、新言州の忍那寺の末寺となった。明治の廃仏希釈によって荒廃した。王子の伊うは、山道沿いに延々と続く石垣によって忍ぶことができる。昭和42年、元山一和寺から独立し、五代山新言州大本山を名乗る。 国立歴史民族博物館小蔵の対安寺市財町は元省略寺にあったもの。公共交通機関によるアクセスは困難であり、寺では自家用車、またはタクシーでの来訪を推奨している。ありがとうございます。